こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、なかなかすごいですねスニーカーを見つけてしまったので、皆さんにこれはですねお伝えしなきゃなということで、急遽ですね動画を回してるわけなんですね。今日のテーマスニーカーなんですけども、メンズファッションにおいて僕が重要だと思っているスニーカーはですね、レザー系のスニーカーであるということ、皆さんにもですね、何度も何度もお伝えしてきたかなと思うんですね。まあ代表的なのは白レザースニーカー、そしてもう一つがですね、ブラック系のレザースニーカーですね。この二つのスニーカーというのは、まあ男性がベーシックに着こなしを組む上では、間違いなくあると便利なアイテムなんですね。ですので、いろんなものを今までご紹介してきたわけなんですが、その中で今回はですね、白レザースニーカーではなくて、ブラックレザースニーカーに新星が現れたので、皆さんにご紹介したいなと思うんですね。もうもったいぶらずにですね、出したいと思うんですが、それがこれです。はい。なんとですね、これはちょっと僕の中でも驚きがありつつも、ただ前からですね、ずっとマークをしていたものなので、やっぱりなという感じがしていたんですね。こちら。どこのスニーカーなのかと言いますと、ザラのブラックスニーカーですね。あえてレザーとは言わなかったんですが、これはレザーではないんですね。まあ、いわゆるフェイクレザーと呼ばれるようなもので、質感としてはですね、レザータッチに見せてはいるんですが、本革ではないという商品になります。実はですね、以前にもこういったブラック系のスニーカー、皆さんにはご紹介してるんですね。ちょっといくつか出してみたいなと思うんですが、前回ご紹介させていただいたのは GU ですね。GU のリアルレザースニーカーということで、こちらを皆さんにご紹介させていただきました。これもね、驚きがあってめちゃくちゃ面白い商品だったんですが、こちらですとか、あとはですね、一番最初に皆さんにご紹介したのはですね、ナノユニバースのオリジナルのレザースニーカーですね。これまたレザーになっています。ですので、今回ご紹介している3つの中では、唯一ですね、フェイクレザーとなっているのがザラのものなんですね。まあ最近ですね、フェイクレザーの質ってものすごく上がっているんですね。これは確かグローバルワークで MB さんとコラボレーションした時にも同じことを MB さんおっしゃっていましたが、非常にクオリティが高いんですね。それは比べてみると初めてわかることで、まあ実際ですね、言われないとそんなにわからないんですよ。確かにそう言われた形でですね、見てみると、確かにちょっと違いはなくもないかなという感じもするんですよ。例えばナノユニバースのレザーですね、本革のものだと、表面の質感としては少し柔らかな光沢感がありますよというところ、そこには違いがあるかなと思います。あとは GU のレザースニーカーですね。これもちょっと光沢感はありますね。わかりますかね？伝わるかな？もう正直ほとんどわからないぐらいだと思います。後付けのような気もしなくはないんですが、そしてザラのスニーカーですね。これがいわゆる合皮なんですね。ちょっといろんな角度から見ていただきたいなと思うんですが、光沢感というのはちょっと抑えられてマットな感じがしますよね。このあたりの違いはあるかなと思うんですが、質感としてはそこまで大きな違いは僕は見て取れないかなという感じはしています。で、このザラって、まあ、ちょっと話が脱線してきますが、僕らなんだろうな、30代後半から40代ぐらいの男性だと、ちょっとこうイケイケな感じというか、こうシャープさがあるんだけども、ちょっとこう入りづらいようなイメージがあったかなと思うんですね。僕自身ですね、ザラにはそういったイメージをずっと持っていたんですが、ここ数年急激にザラの雰囲気って僕は変わってるなと思いますね。まあ、店員さんの雰囲気も変わって、結構若い世代の方も増えましたし、本当にね、こうシャープで今のクリーンな感じとかをうまく取り込んだ方が多くて、めちゃくちゃセンスの良さを感じるのがザラなんですね。価格帯は、まあ、いわゆるこう、ファーストファッションブランドの中では、ユニクロだとか GU に比べると、ちょっと高くはなるんですが、ただですね、やはりトレンド感のキャッチアップっていうところは非常に上手ですし、なおかつですね、やっぱり世界一のファストファッションブランドということで、デザイン性の高いものも非常に多いので、まあ、要チェックしなくちゃいけないのがザラという存在だと思ってまして、これから数年かけて、まあ、じわりじわりとザラの存在感って、僕はまた改めて強くなってくるんじゃないのかなっていうのをですね、予感として感じています。そして、まだ僕の動画の中では取り扱ったことがないんですが、ザラオリジンズというシリーズがありまして、これまたですね、おしゃれが好きな方にとっては待望のラインナップになってまして、
かなりですね、センスのいいもの、トレンド感の強いものがたくさん出ていて、人気がめちゃくちゃ高まってるんですね。そんな熱いザラの中から、僕が大人の男性、ファッション初級者から中級者ぐらいの方までにですね、おすすめできるアイテムとして要チェックしたいのがですね、このスニーカー系なのかなというふうに思ってます。実はですね、僕の書籍の中でもザラのスニーカーがいいですよということはたびたびお伝えしてきてるんですね。これはもう前から共通して小物がすごくいいっていうところは変わらないんですが、特にこのレザー調のスニーカーめちゃくちゃ完成度が高いですね。この3つの中でも僕はデザイン面で言ったらダントツザラが良かったなと思うんですね。そのあたりについて皆さんにお伝えしたいなと思ってるんですが、まずはシルエットに関してはそんなに大きく3点でも変わらないと思うんですね。見ていただくとわかるんですが、まあ程よく丸みがありつつもそこまで尖ってないですよというところで、やぼったくなく、かといってギラギラした尖り感はないというところでは共通してるかなと思うんですね。そこには違いがないんですが、例えばですね、どういったところが違うのかというと、かかとの部分ですね。この部分なんかがちょっとデザイン的にも凝ってますよね。見てもらうとちょっとわかるかな、見えづらいかもしれないですが、ちょっとこうタブのようなものがついていて、ちょっとしたアクセントになってるんですね。この使い方もすごくかっこいいと思いますし、かかとの部分の切り返しだとか、あとはですね、横の方にもですね、切り返しがあったりだとか、デザインがね、すごく凝ってるんですよ。そして内側の作りもですね、あえてブラウン系の素材を使って、すごく上品な雰囲気を出しているというところも、僕は感触がすごくいいなと思うんですね。まあ、ナノユニバースのものはベーシックにこうグレー系でまとめていたりだとか、自由に関してはもう本当に超シンプル、ブラック一色でまとめていて、これはこれで悪くはないんですが、もう細部の作り、バランスで言うと、これがね、めちゃくちゃ完成度が高いなと思います。僕の中ではいろんなレザースニーカー見てきたんですけども、雰囲気としては、ジャンビトロッシというブランドがありまして、そちらのメンズスニーカーがですね、まさにこういった形で、内側の色味も含めてすごく近いんですね。ジャンビトロッシのスニーカーの雰囲気を価格帯を抑えながら表現しているような感じがして、僕はこれめちゃくちゃ好きです。しかも価格帯がですね、結構驚きで、4990円で5000円を切ってくるというところ。これはね、やっぱりこう本革じゃないというところでこの価格帯が実現できているかなと思うんですね。ただ GU のリアルレザースニーカーも本革なのに5000円前後というところで大健闘してるんですね。そのあたりは素材のクオリティというところではこっちの方が上なんですが、デザインのディティールで言ったら僕はこのザラのものの方が完成度が高いと思ってるんですね。しかも質感としてはレザーに劣らないようなすごく上品さがあるような仕上がりになってるので、これはこれで僕はマイナス点ではないと思うんですね。というのもスタンスミスというもう僕ら大人世代にとっては大定番のスニーカーがありますが、あれもリアルレザーからフェイクレザーへと素材が変更されましたが、まあかなりですね、素材的に精巧にできているので、そんなに違いがわからないというところ、多くの方がおっしゃってるかなと思うんですね。まあそれと同じようにこういったザラもですね、環境に配慮をしながらこのようなフェイクレザーを使っているので、その点も評価ができるかなと思います。ただ唯一の欠点としましては、やっぱりですね、使っていった時の経年変化みたいなものはそんなに期待ができないかなと思います。レザーのスニーカーだと履けば履くほど良い意味での味が出てくるんですが、こういったフェイクレザーにはそういった味わい深さみたいなものは特に出てこないので、履いてるうちにある程度は劣化していくというところ。まあそれはですね、物としての宿命なので、まあ仕方がないところかなと思います。ブラック系のこのようなレザー風のスニーカーっていうのはなかなかいいものって僕は見つけることができないので、本当に良いものがあった時に皆さんに全力でお伝えしたいなと思ってるんですが、個人的には完成度めちゃくちゃ高いなと思ってまして、GU のレザースニーカーもいいんですが、唯一の欠点はソールなんですね。ここまで真っ黒だと、ちょっとね、こうデザイン的には退屈な感じがしなくもないんですよ。そのあたりはですね、ナノユニバースと同じように、ちゃんとソール部分はホワイトになっていて、デザイン的なディティールもかなり磨かれています。この一番上のですね、靴紐を通す穴ですね、ここの部分にシルバーのパーツが使われているのも、程よいアクセントになってるんですね。まあそういった細部まで完璧な作り込みになってるのがザラの強さだと思いますね。様々なブランドを研究しながらオリジナルで作っているところに強みがあるので、まあ非常にバランスのいいような一足になってるかなと思うので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。まあこういったブラック系のレザースニーカーというのはすごく使い勝手がいいのがですね、
もちろんカジュアル使いもできるんですが、それだけではなくて意外とですね、ビジネスカジュアルで使うことができるんですね。その点もすごく良くて、例えばネイビーのセットアップに対してこういったブラック系のレザー調ですけども、スニーカーってめちゃくちゃ相性がいいです。ホワイト系のレザースニーカーも合わなくはないんですが、ちょっとカジュアル感が出てしまうので、ブラックのローファーに次ぐ綺麗さというところでは、こういったブラックのスニーカーってすごくね、セットアップに相性がいいので、今回はこちらのスニーカーにですね、セットアップを合わせながら実際に履いてる様子も皆さんにお伝えをしてみたいなと思っています。はい、ということで実際に履いてみました。どうでしょうか。まあ、ちょっと遠目になるので、そこまでですね、レザーの質感っていうのはやっぱり見えないと思うんですね。それよりもシルエットですね、この程よくですね、先端に丸みがありながらも丸すぎずシャープすぎないというシルエットだとか、あとはですね、横から見た時わかりやすいんですが、ブラックの本体に対してホワイトのソールというところが、まあ重たすぎないですし、程よくカジュアル感があって、そのあたりがバランスがいいんじゃないのかなと思いますね。あとは内側のブラウンとかも少し見えるので、このあたりも品があって、個人的には素敵だなと思いますね。デザインのディティールがすごく作り込んであるので、そのあたりもシンプルなブラック系のスニーカーなんですけども、退屈になりすぎないというところがすごくバランスがいいかなと思うんですね。こういったブラック系のスニーカーが一番生きる機会というのは、僕はですね、セットアップのコーディネートだと思ってるんですね。今はですね、ネイビーのジャケットにネイビーのパンツという形の、まあベーシックなセットアップを組んでいますが、こういった時の足元というのは、黒のレザーのローファーか、もしくはですね、こういったブラック系のレザーのスニーカー。まあこれはレザー調になりますが、そういったものがハマりがいいかなと思うんですね。まあローファーもいいんですけども、より気軽で適度にカジュアル感を出したい時には、こういったブラック系のスニーカーはめちゃくちゃ使えますね。特にこのような内側にですね、ニットだとか、もしくは T シャツ、そういったものを合わせるときには、ローファーもいいんですけども、適度にカジュアル感のあるような、こういったブラック系のスニーカーが、すごくハマりがいいので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思います。ただ、さすがにですね、中、シャツを着て、ネクタイを締めるようなスタイルだと、ややカジュアルに見えるので、そういう時にはですね、まあ、せめてローファーぐらいを履いた方が収まりがいいかなと思うので、ちょっと着崩したビジネスカジュアルか、もしくはですね、ちょっとレストランなんかに食事に行く時のような小綺麗な場面だとかはですね、このようなセットアップスタイルがすごく役立つかなと思うんですが、そんな時にですね、ぜひ皆さん、このザラのスニーカーめちゃくちゃハマりがいいので、お試しいただければなと思っています。はい、ということで今回の動画では僕が最近ザラで見つけたブラック系のレザー調のスニーカーですね。こちらを皆さんに解説をさせていただきました。改めて完成度はすごい高いです。ずっと前からですね、こういったザラのスニーカー僕は注目してたんですが、さらにですね、クオリティは上がっています。レザー調の中でもよりですね、リアルになってきたのと、デザインのディティールも磨かれているので、まあ本当にですね、こういったブラック系のスニーカーを探している方、初級者の方でもいいですし、中級者の方でも納得させられるような完成度非常に高いものになってますので、ぜひ皆さんもチェックをしていただきたいなと思ってます。そしてザラのですね、存在感、これからますます高まっていくような気がしていますね。まあ、ユニクロとザラっていうのは結構対照的な存在で、ユニクロはもう定番的、ベーシックなところをしっかりと抑えてるんですが、ザラはトレンド感があって、なおかつクリーンな印象っていうところが、ますます高まっているので、このあたりのザラの巻き返しっていうのもですね、これからはしっかりとチェックをしながら、皆さんにですね、しっかりとレビューをしていきたいなと思ってますので、これからの動画もお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本をですね、なるべくわかりやすく解説していますが、もう少し初級者から中級者へとステップアップするための内容は、僕のですね、もう一個を展開しています、YouTube メンバーシップチャンネルの方で解説をしています。そちらの方では2週間に一度ですね、ライブ配信もやっていまして、皆さんからのご質問に生でどんどんご回答もしてますので、気になる方はですね、概要欄からチェックをしていただければなと思います。またもう一つですね、最近始めたのがオンラインサロンなんですね。こちらはですね、テキストと写真ベースで1日ですね、だいたい5、6回ぐらいのペースでおすすめのアイテムですとかコーディネートの解説についてどんどん発信をしています。なかなか時間がなくて長い時間動画が見れない方は、一つの投稿につきだいたい1分ぐらいで読めるような内容になってますので、ぜひこちらもチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。